じゃあ作っていきます。はい、カモミールチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ハルピョンです。今日はバレンタインデーですね。ということで今日は私も女の子になろうっていうことで、男子にチョコレートを作っていきたいと思いまーす。けどただ普通に渡すだけじゃ面白くないので、題して料理が苦手な部下が上司にまずいチョコを作ったら上司はどういう反応するのか見ていきたいと思います。私は料理が苦手なので多分その時点でびっくりすると思うんですけど、それプラスわさび入りのチョコをね作っていきたいと思います。上司は果たして美味しく食べてくれるのでしょうか、それとも正直にまずいって言うのでしょうか、見ていきたいと思います。友達にもちょっと協力してもらいながら作っていきたいと思います。ではレッツゴー、カモミールチャンネル。じゃあ友達と一緒に協力して作っていきまーす。イエーイ。お願いします。はい、じゃあ作っていきます。はい、全部入れまーす。全部入れまーす。すごい、混ぜ方がプロ。友達手際良すぎて草とかお料理 YouTube。 はい、じゃあオーブンに入れていきまーす。じゃあ30分いってらっしゃい。はい、じゃあできたのでわさび入れていきます。はい、ちょっとね、こうやってサンドします。これを上司に食べさせていきたいと思います。カモミールチャンネル、疲れ様です。ハッピーバレンタインあげます。ありがとう。これはチョコです。ブラウニー。なるほど、作りました。ありがとう。なんでそんな嫌そうなんですか。いやいや別にいいけど、食べた方がいい今これ。食べてください。カメラ回してもんな。なんでそんな嫌そうなんですか。いやいや全然、ありがとうありがとう、嬉しいよ嬉しい。手作り嫌系男子ですね。そうやな俺手作りは嫌や。なんでなんですか。店で買うたらごめんやろ。あ、それ潔癖とかじゃなくてですか。いやそれもある。ちょっとあとあんた料理できひんやんか。いや私は料理できます。まあまあありがとうね。早く食べてください。食べなか。食べなダメです。はい、なんか緑の出てんで、これ。あ、これ抹茶ですよ。あ、そう、お子さん抹茶好きって言ってたから。そうやな、抹茶好きやな。すごいね、頑張って一から作れましたからね。では、いただきます。ありがとう。どうぞペイはやペイはやばいですって。なんでなんで。何してんねん、ええ加減せよ俺はもう嫌な予感しとったんや最初から。こんなもん抹茶のわけあれへんよ。わさびの色してんねん、何だか分かったわ。ほんとまずいし、まずい。カメラ回して入ってきてる時点で俺分かってんねん、何がやってんのかなって。食わへんわこんなもん。え、何がハッピーバレンタインやんな。ええでだから、もうありがとうありがとう。もうこのために呼び出したんやろ、分かってたから。で別にやることあったし別にいいし、わざわざ呼び出されてまずいなんか食わされるんやろなって分かってたから別にええねん。いやでもちゃんと本物のやつも作ってきてますから。日本語のシールできへんね、そんな。いや一回食べてくださいって、食べてくださいって。ゼロの状態分かってます。じゃあマイナスや。 いいですって。じゃあこれはプラスに変えるからちゃんと食べてください。そんなん私がそれで終わるわけないでしょ。いやいや、どっちでもええよ、そんなん。どっちでもええって。そもそも手作り嫌や言うてんのに俺は。そんなん言わんといてください。言うよ、世の中の男大体全員思ってるから。俺別にこの YouTube で綺麗なこと言おうと思ってないから。俺は男の本音を俺伝えたいと。バレンタインで手作りの方が嬉しいみたいな言うてるやからおるけど、そんなわけあれへんねんから。そんなん企業努力。早く食べてください。喋らせるよそこは。早く食べて。喋ってんねんから俺が今。手作りで素人がな作ったチョコレートなんかよりもな、企業努力でしっかりとこの入念にこれでこうしたらどうしたらって、もうなそれを仕事になりわにしてる人がおるわけよ。でも私にはそのチョコレートも分かるわけがないの。愛情だの何だの入ってるっていうか知らないけど、そんなの入ってへんねん。あとギリチョコやないかほんまに。もうええねんそんなん。まずいわさびのなチョコレート早く食べてもらっていいですか。嫌やねんちょっと。もうそれも思います。さっきの恐怖があんねん。だからもう入ってないですって。うん、はい、うん、うん、美味しいわ。美味しいですか。無限かい。なんか言うとけよ、悪者みたいなやつ。美味しいわ。よかったです。ああハッピーバレンタイン。ハッピーなことあれへんけどな。わざわざ呼び出されて、なんかわさび入りのなんかチョコレート食わされて、でなんかもう一個あるんかなと、こっちは期待してちょっと前振りして普通のやつ食わされて大して落とすねんこの動画。何もおもろないでこれ。
みたいな感じで、料理ができない部下が上司にまずいチョコを作ったら上司は食べてくれないという結果になりました。食べたわ、食うと無駄無駄やねんか。ほんまどないすんねん。じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。全部低評価よ、こんなもん。早くちゃんと完食してください。いやいや、もうなんでですか。あとでゆっくり食うから、はい、ほんまに食うから、これ。はい、うん、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ。はい、ええ加減せよ、ほんま。